紀元ラッコは海洋哺乳類でありながら、その祖先は陸上に生息していた哺乳類から進化してきました。約500万年前にはすでにラッコの祖先が存在していたとされています。ラッコの祖先は陸上での生活から海洋への適応を果たしました。その過程で、体が流線形になり、水中での泳ぎや狩りに適した特性を獲得しました。ラッコは主に北太平洋や北大西洋の海域に生息しており、体長は一般的に 1.2 メートルから 1.5 メートルほどで、体重は 25kg から 45kg ほどです。ラッコは非常に密度の高い毛皮を持っています。この毛皮は水を弾き、寒冷な海水でも体温を保つのに役立ちます。また、毛皮の色は茶色や黒色が一般的ですが、白い毛皮を持つ個体も稀に見られます。ラッコは皮下脂肪が少なく、体温維持のため1日あたり体重の2-3割もの魚介類を食べる必要があります。ラッコは独特の手首を回転させる能力を持っています。この特性を利用して、岩場や氷の上で貝殻を開けたり、餌を食べやすい形に加工したりすることができます。この手の使い方は、非常に巧妙であると言われています。ラッコは肉食性であり、主に海底や岩場で生息する貝類や甲殻類、魚類などを捕食します。彼らは独特の技巧を用いて貝殻を開けます。貝類を食べる際の石等の道具や食べきれなかったアサリ等は、脇腹のたるみをポケットにして、しまい込んでおく癖があります。ラッコはかつて乱獲や環境の変化により絶滅の危機にさらされましたが、保護活動の成果もあり、一部地域では数を増やしています。ラッコは穴掘りの名手として知られています。氷の下や土の中に巧妙な巣穴を掘り、そこで休息したり、子育てを行ったりします。彼らの穴掘りの技術は非常に高度であり、巧みな作業を行います。ラッコは水中で非常に俊敏に泳ぐことができます。水中での狩りや遊びを楽しむ姿は、観察者を魅了します。また、水中での移動にも適した体型をしています。ラッコは社会的な動物であり、家族や群れを形成して生活します。春になるとオスはメスにアピールをし、メスの承諾が得られると並んで仰向けになります。オスは交尾の際、体勢を維持するためにメスの鼻を噛みます。メスは子育てには熱心であり、子供たちを守るために頑強な巣穴を作ることもあります。これからもたくさんの動物の雑学動画を上げていきます。よろしければ、チャンネル登録お願いします。